こんなシネマやだ、ずっとツイッターで実況されてる。やだな、第三者がいますね。やだな、ナウされてるんですね、ナウ。相当見られてるもんね。やばいね。常に、はい。でも、まあ、後から気づいたんでしょうね、その時は。あれもうすぐ振るナウ。ね、あいつ、振られるナウ。きっと泣くナウ。振った顎。悲しい。振られた顎。振られた顎。でも今つぶやきも多いじゃないですか、はい、多いですね、ね、もし自分たちが学生の頃でこういう仕事してなかったらどうですかね、はい、失恋したらつぶやきますかね、いやどうしてそれ迷いますね、ね、いやでも振られたなおしちゃうかもしれないです、やっぱ書きますか、寂しいから書く可能性ありますよね、でも周りの人にちょっとアピって慰めてもらうっていう、やっぱりそうですね、それがあってちょっと傷が癒えると、ね、はあ、いや自分でこう振った振られたの数でいうとどっちが今は勝ってますか、これ正直に答えてくださいよ、僕高台は振った方が多いですね、やっぱどうしてなんですか、それはやっぱりダメなんですか、こう仕事と私どっち大事なの的な感じになると、こと言われちゃうと天秤にかけられると冷めちゃうんですね、仕事取っちゃう、仕事まあ比べるところでもないので、うん、そうか、そういうこと言う自体がもうちょっとそうです、ね、ナンセンスと、はい、だってね、それはツアーとかで忙しくなったらそれはそうそうそんなに時間作れないしと、はい、そうですね、分かってくれて付き合ってくれないとと、分かってほしいんですけどね、うん、結構じゃあそこは辛いですね、はい、じゃあ本当に別に気持ち的に振ったっていうよりはそういう、こう条件が合わなくなって、そうですそうです、仕方なく別れを切り出すと、だもっといい人いいんじゃないかなみたいな、あれ高台さんとしてもそれついつい言ってしまったら辛いね、はい、これでも僕もでも昔なんかもう髪の毛切って振られましたからね、うん、お前なかなかいないぞ、まあ、ちょっとそれメンバーは今笑ったってことは知ってるんですね、この話 もうちょっと昔ねちょいちょいとこう耳にする話題ですよ、これ、知ってるんですかこれ、はい、中学校の時に付き合ってた女の子、まあ、リカちゃんって言うんですけど、いました、リカちゃん、はい、まあ、その子とまあ付き合って1ヶ月目ぐらいの時で、もう今日はもう2人で家誰もいないし、いよいよだと、ちょっと今日は中ぐらいは今日も今日はやってきたぞ、あるぞと、あるぞという勢いで、でもちょっとまあ中学校の時悪いことしちゃって、こう髪の毛ものすごい短くしなきゃいけなくなっちゃって、懺悔的に、はい、サラサラヘアからもうスポーツ狩りになったんですよ、はい、でもう髪の毛切んなきゃいけなくなったんだよねってリカちゃん電話してたら、うん、いやもう髪の毛なんて別に短くてもいいじゃんって、うん、こうちゃんがこうちゃんだったらいいじゃんみたいな、うん、おすげえいい女だ、いい女、中学の時点でもう出来上がってますね、そうですね、もうありがたいなと思ってて、まあ、いざこう会ったんですよ、うん、会った時から様子がもうおかしくてあんなに言ってたのに、あれと思って、前振りだったんだ、それでも、あの自宅の近くのガストでこう2人でご飯食べてて、でもういざもう自分の家に行こうと思って、でもなんかもうあんな天使のような言葉を発してたリカちゃんのテンションが低くて、うんうん、あれ目玉焼きハンバーグそんな美味しくねえのかなみたいな、何かあったかと、どうしたんだ体調悪いのかななんて思ってて、うん、で結局こうじゃあ家行こうかなんて言ったら、うん、ちょっと今日はやめとくわみたいな、あれどうしたんだろうななんて思いつつ、次の日学校行ったらそのまんまちょっとこうちゃんつって手紙渡されて、もうやめろみんな見てる前でこう手紙なんかお前どうしたと、やめろよなんて思って、さっと開いてみたら、こうちゃん今までありがとうって書いてました最後の手紙になったわけね、最後の手紙でした、すごいっすね、はい、でも後々理由を聞いたらちょっと髪の毛似合ってなかった、うわわ、まさにそれが理由で、はい、とんでもなく似合ってなかったんだ、僕20代前半まで髪の毛切るとき付き合ってる彼女に対して髪の毛切ってもいいですかって毎回聞いてましたそれ以降、はい、いいわ、常に確認大丈夫ですかって、短くしてもいいですか、うわうわうわ、これ大丈夫でしょうね、これ髪型これね、事務所の方大丈夫ですね、変えた瞬間に契約解除とかないですよね、これ、いやだからもう毎回聞いといた方がいいですよ、でもあるかもしれないですね、ねえ、これもうやばい、勝手に切っちゃダメですよ、これから、危ないなと思って、危ねえ、僕ほとんど変えてない人だから、よっぽどイメージ変わるんでしょうね、これ変わっちゃうんでしょうね、どんなになっちゃうんだろう、これ。